常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。久々にですね、ジョネトラダムスのブックレビューということで、今日の内容面白い興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。今日皆さんにね、ご紹介するのはね、まあ、何度も私これ言ってますけどね、こちらの本です。はい、諜報国家ロシア、保坂三四郎先生のね、こちらの本なんですけど、ほんといい本です。ぜひ読んでほしい。これを読むとですね、まあデマとかね、まあ相変わらず拡散してる人たちがいますけど、その手口がですね、すべて手に取るようにわかります。なぜかというとですね、その手法というのはもともとね、旧ソ連で開発された手法でね、さらに言うと古くは帝政ロシアくらいまでですね、そのまあ伝統がね、ロシアにあるということでね、冒頭保坂先生はですね、こんな風に書いてます。まあ、前書きのところでね、まあ2022年2月24日ロシアウクライナへの全面侵攻を開始した。ロシア軍による民間人への虐殺や拷問、アパートや病院、さらには原子力発電所を狙った攻撃は国際社会に大きな衝撃を与えた。この侵攻を折しも1991年12月のソビエト連邦崩壊と新生ロシアとしての出発からほぼ30年というタイミングだったということでね。まあ共産主義が崩壊したことでですね、ロシアが普通の国に生まれ変わったと思っていた人ね、いると思うんですけど、残念でしたと保坂先生はおっしゃってます。ロシアは30年を境にしてこのような国家に、ね、普通の国に変貌したわけでも、22年前に大統領となったプーチンが急に悪魔に変身したわけでもないと、ね、振り返れば90年代に始まった2度のチェチェン戦争、2008年のジョージア侵攻、2014年のクリミア併合、およびウクライナ東部侵攻、2015年のシリア内戦介入など、ロシアはいくつもの戦争を引き起こしてきた。また反体制派の暗殺や拉致、民主主義国へのサイバー攻撃や選挙介入など主権侵害を繰り返した。ロシアの脅威は幾度となく顕在化していたのであると、いうことでですね、ロシアが普通の国になったっていうのはですね、これ西側の幻想なんですよ。はい。で、さらにね、偽情報などロシアに特有の様々な欺瞞や、操作の方法は、プーチンの出身組織である KGB が長年にわたり研究開発してきたものだというふうにおっしゃっております。KGB の教本にはですね、外国人への接触や感化の方法が詳しく解説されているということで、皆さん気をつけてね。はい。モスクワを訪問する外国の学者や研究生を協力者としてリクルートするため、KGB は彼らにあえて非公開の研究資料やソ連の指揮者へのアクセスを提供した。ソ連では国際会議を開催する前には、外国人出席者が母国の政府要人とどれだけ深い関係にあるかを調べ、誰にどのような内容の、偽情報を伝えれば効果的に首脳に届くかを、詳しく、検討されたと。で、これは今もロシア政府が主催する国際会議、バルダイ討論クラブで使われている手法だ。また、経済自由化で増加した外国の貿易関係者は、合弁会社の支援や現地職員の紹介などを通じて懐柔した。情報機関にとって外国ビジネスは今も昔も変わらず、最も狙いやすい標的だということなんですね。わかります？なので今ね、まあ、ロシアに対して渡航禁止措置が今、取られてますけれども、渡航禁止措置が取られた後にですね、ロシアを訪問した日本のインフルエンサーの皆さんね、全員要注意人物ですね。これ仕掛けられてる可能性があるんですよ。はい、バルダイ会議みたいなところに出てね、もう今ロシアにいますみたいなことをやってらっしゃる方いますよね。何しに行かれたんですかね。まんまと罠にはまりに行かれたんですかね。そうしないと、虎穴にいらずんば、故事を経ずで、内在論理が理解できないんだいとか言って、まあ、佐藤勝さんがね、それを言いね、池上彰さんが拡散してましたけど、おい、池上、お前、自分がやったこと分かってんのかな、この野郎みたいな話ですよ。大変な問題です、池上さん。あなたね、これ引っかかってるよ、下手すると。わかる？これ読んだ方がいいよ、池上さん。マジでね。と思うんですけどね。で、さらにね、なんでこんなことが分かったかというところ、ここが振るってるんです。ここちょっと読みますね。これらが書かれた KGB の教本は、ソ連崩壊後も、ロシアの諜報員、要請に、使われ続けているため、今も極秘扱いになっていると。しかしですよ。ソ連から独立したウクライナは、2014年の民主化革命、ユーロマイダンの後に、KGB が同国に残したアーカイブを公開したと。本書はまさにそれら資料に依拠して書かれているということなんですね。ウクライナがですね、このね、悪魔の手口を公開してくれたからこそ、我々はそれに備えることができる。本当ウクライナってね、このね、自由で開かれた社会のね、先頭に立って戦ってくれてるんですよ。リスク取ってくれてるんですよ。本当ありがたいなと
いうふうに思います。でね、まあ、この、細川三四郎先生曰くね、ソ連崩壊後、東欧やバルト諸国では共産主義時代の秘密警察を廃止した。しかしロシアでは、ソ連共産党こそ解散したものの、屋台骨として党を支えてきた KGB は、体制転換を生き延びてしまったということで、今はね、FSB とかですね、それからね、SVR、それから FSO 等につながるですね、複雑な組織に分割されただけでね、結局プーチンがそれをまあまた統合しちゃったみたいなね、ところで、でそれはまあ元を正せばですね、ソ連の秘密警察のチェーカね、サボタージュ、反革命サボタージュ取締全ロシア非常、非常委員会というやつなんですけれども、現在でもですね、この FSB の連中はね、誇りを持ってですね、職員をチェキスト、チェーカー要員というふうに呼んでいると、いうことです。はい。なので、まあちょっとね、ロシアという国をですね、普通の国だと。ね。ソ連崩壊からね、資本主義の国になった、民主主義の国になったとか、あんまり思わない方がいいのかな、と、いうふうに思うんですね。で、小坂先生曰くですね、まあ、このね、まあ、この本ね、一応まあ、何章で構成されてるんだ。第5章で、6つの章で構成されてるんですけれども、まあ、まずはその歴史ね、諜報国家としての歴史をまあ、取り上げですね、まあ、それが、まあ、いかに、利権に結びついてみたいなところから、まあ、今ではこんな工作が行われていますみたいなね。まあ、そういうところまで非常に、詳しく、書かれています。でね、私ね、これね、ちょっとね、ブックマークしたね、部分があるんですよ。大事なところね。はい。要はその、まあ、影響力工作ってのはどういうふうに行われるかということでね。まあ、その肝になる部分っていうのはね、この本にもま、書いてあるんですけど、自国の魅力的発信、自国の魅力の発信ではなく、敵国の政府や指導者への信頼を低下させ、国民を不安、国民の不安や、不満をですね、助長することに、重点があると。いうことなんですね。この影響力工作ね。つまり自国が正しいという説得ではなくて、敵国ね。まあ要はターゲットのですね、政策や価値観に対する疑念や不信感を植え付けることで、自国発のナラティブを相対的に受け入れやすくするというのがポイントなんです。自分が正しいこと言ってるとかあんまり説明しないですよ。もう徹底的に批判すると。突っ込みだけ入れて、もうまさにこの、左翼のやり方ですけれども、徹底的に批判だけして、で、批判をした上でですね、自分が発信する、まあ、嘘でだらめ、ナラティブが受け入れやすくなるようにするということです。まあ、日本でもいますよね。根拠はないけど、岸田さんは中国から金もらってますとか言ってる人いるでしょ。あれみんなそうですよね。能登地震に金がね、入ってないとか、ああいう嘘800並べた上で、で、自らのね、ナラティブですよ。俺だけが日本のこと考えてる、真の愛国者だっていうナラティブを刷り込もうとする。これまさにこの、まあ、KGB の手法にね、近いんですけど、まあ、大体なんか極端なこと言う人ってこれなんですよね。で、多かれ少なかれこの、まあ、KGB 的な手法の影響を受けているのかな、いうことなんですね。で、あとね、大事なことはですね、両論兵器に持ち込むというね、これ私、自分でも昔、この手の本書いたんですけど、そうなんですよ。はい、すげえとんでもない意見ね。ね、すげえとんでもね、誰も見向きもしていないような意見であっても、存在している限りはですね、まあ、西側のメディアっていうのはね、そう、少数派の意見もみたいな感じで取り上げちゃうんですよ。ね。半々に二分されないんですよ。そんなこと言ってるやつ1割もいなくても、なんか半々であるかのような、どっちもどっちみたいなことやっちゃうんですね。で、細川先生曰くね、両論兵器主義者が注意しなければならないのは、ロシアのような国家は、現実と虚構の境界を曖昧にするため、事実とは180度異なるオルタナティブの生成に注力しているということであると。ソ連の反体制派のウラジミール、ブコフスキーは西側のメディア多元主義に慣れたものがよく犯す間違いとして、嘘で塗り固めたソ連のプロパガンダと西側の報道の間の中庸を取ることを挙げている。中間ですらまだ十分に嘘なのであると。いうこと。恐ろしいなぁと。思いますね。また、こういう手法をですね、洗練させてね。はい。嘘800言って、それでまあ、ターゲットとなる国のですね、世論をまあ、操ったりとかね。まあ、間違った決断をさせるというのがですね、まあ、彼らのですね、まあ、やり方なんですよね。だから、本当に気をつけなきゃいけないと、いうことです。でね、小坂先生はね、これにね、まあ、加えてね、こんな風に書いてます。反事実の方法論ということでね、外部からの批判に対するロシアの反応には、一定のパターンがあるということでね、逆に自分らが突っ込み入れられた時のですね、やり返し方っていうのはね、どうもね、パターンがあるらしいんですね。で、ソ連研究者のティモシー・トーマスは、これらを反真実の、方法論と呼び、5つのステップに、整理しているということなんですね。で、これどういうステップかというとですね、マレーシア航空の撃墜事件ありましたよね。
はい、あれを例にとってちょっと説明してるんですけれども、2014年7月17日ウクライナドネツク州の上空を飛行していたマレーシア航空が墜落し、乗客乗員298名全員が死亡した、事件が、まあ、ありましたと。で、発生当初様々な説が飛び交ったが、2016年9月オーストラリア、ベルギー、マレーシア、オランダ及びウクライナによる合同捜査チームは中間報告で、技術的人為的要因による事故、説、機体に仕掛けられた爆発物によるテロ説、戦闘機による撃墜説を否定し、ロシアの占領地域から発射されたロシア軍所有の防空ミサイルによる、撃墜説を支持したと。さらに2018年、JIT のですね、最終報告では、ロシア第53防空ミサイル旅団、これクルスクに駐留してたらしいんですけども、この部隊がですね、トラックで搬入した防空ミサイルブークにより、このねマレーシア航空機撃墜されたという事実認定がなされているということなんですが、事件発生後ですね、ロシアの対応はですね、5つのステップでね、変化したらしいんですね。まず1つ目、関与を即座に否定と、俺たちやってねってまず言うんですね。はい。で、次にですね、2番目、他国、敵対国が、関与したと思わせる証拠の収集、捏造を開始と。ウクライナ軍の部隊や兵器が事件の発生した地域に展開していたという情報、あるいはそれを証明する証拠を捏造して、まあ、拡散するというのが第2段階です。なんか匂わせるんですね。匂わせをやる。よくやりますよね、ああいう人たちね。匂わせをやったのが第2段階。で、第3段階がですね、ウクライナ軍が事件に関与した背景を説明する仮説を生成、まあ、解釈を始めるんですね。偽情報に基づいた解釈を流すと。これは第3段階ね。数ヶ月にわたり、複数の仮説を拡散、JIT の中間報告発表の直前にも新しい、仮説を発表して、世論を拡散させると。まあ、要はどっちもどっちとかね、両論兵器に持ち込むためのこういうね、偽の説をまあ大量に並べると、いうことです。で、さらに第4段階ね、JIT や国際社会の検証結果に反論できない場合は、それがロシアに対する情報攻撃であると。被害者ムーブなんですよ、ここで。第4段階、被害者ムーブと。で、アメリカからの非難である場合、アメリカは自らのシナリオ通りに事態が展開しないことに、対する苛立ちから、ロシアを攻撃してるんだとね、アメリカの思い通りになってないんだ、だからね、あいつら俺たちをね、八つ当たりしてるんだみたいな、被害者ムーブを始めるというのが、第4段階です。そして、第5段階。敵対国に対し、常識を働かせ、攻撃的論調やレトリックをやめるように呼びかけ、あたかもロシアが冷静沈着であるかのような、位置取りをすると、ポジショニングをするということで、まあまあまあとね、同じ保守同士仲良くしたらいいじゃないですかとか、これですよ、これ。お前散々嘘800言ってよ、被害者ムーブしたくせにてめえなんだよ、みたいな話なんですけど、まあまあまあ、やっぱり仲良くしましょうよ、と。ね。始めると。ね。さもてめえが落ち着いてたからいいんですけど。いやいや、そうなんだよ。偽情報を流しながらさ、ねえ、ちょっともう土地狂ったこと言ってたのオタクらですよね、と。さっきまで被害者ムーブしてませんでしたみたいな感じなんですけど、まあ、こういう感じでね、やるんですよね。はい。で、ちなみにですね、小坂先生曰く、そう、まあ、デタラメの証拠とはね、例えば、アントノフ国防次官が発表した、ウクライナ政府に対する10の質問で、なんていうのがあるらしいんですね。で、その中には、撃墜されたマレーシア航空機を、ウクライナ、軍戦闘機が、追尾していたというですね、スペイン人管制官カルロスなる者の証言があるんですが、実はこのカルロスなる人物、存在しないそうです。証拠は YouTube みたいなね。まあ、こういう感じですよね。はい。で、これもうね、2014年からこういうことやってたんですよ。なので、2020年のアメリカ大統領選挙の時も、ね、まあ最近起こったいろんなね、まあそれ以降ね、まあロシアのウクライナ全面侵攻とか、まあこういうのに対してもですね、まあ似たようなことがずーっと行われてね、何度も何度もこれ、まあ上書きされてるというかね、蒸し返されてるというかね、同じ手法で何度も蒸し返されてると、いうことなんですが、まあ日本のね、報道等に、報道、それからまあ、放送等にね、携わる方、池上彰さんをね、代表されるね、を代表にしたね、そういう方々はですね、まあこういうのに引っかかっちゃうんですよね。そのまあなんていうんですか、そのね、両論兵器というかね、まあいろんなこう多文化主義というかまあよくわかんないですけれども、嘘は嘘って言わないとさ、やっぱまずいんじゃないの？で、そういうの引っかけようと思ってわざとやってるわけですよね。まあほんととんでもねえな、ということでですね、皆さんね、ぜひね、ちょっとこの名著、諜報国家ロシアね、ぜひお読みいただきたいんですよ。これね、こういう、書影でございます。はい。こちらの本、保坂三四郎先生がね、書かれた素晴らしい本なんで、ぜひちょっと皆さん読んでいただいてね、免疫つけましょうよ。ね。
普段からこうやってね、免疫持ってる人っていうのはね、騙されにくいと、いうことですのでね、もう皆さん本当にね、こういうの本当、詐欺の手口なんかも全部これに似てるので、いろんな意味でですね、勉強になりますので、ぜひですね、この秋のね、夜長ぜひ読書で過ごされたいという方ね、保坂三四郎先生著のですね、諜報国家ロシア、超おすすめですので、ぜひお読みください。ということで、今日の内容面白いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方お願いします。それから最後にね、私のこと特に応援したいという方ね、Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボにも入ってほしいんですが、今日はね、ぜひね、下のね、URL に、保坂先生のね、この諜報国家ロシアの URL ね、Amazon の URL 置いときましたんで、ぜひポチしていただいて、読んでもらえると嬉しいな、というふうに思っております。ということで、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！